いやー、セルフワークね。あと、今年はまだ終わってないですね。まだ23時間ほどあると思います。12月31日深夜1時です。吉田さん、速稼塾で忘年会をやってたんですよ。その忘年会っていうのが、12月30日の日付が変わった瞬間から24時間というね、忘年会だったんですけども、まあ、ちょっと今ね、深夜1時になりましたけども、あ、遅れたと思って、最後のフィナーレしようかなと思ってきたら、ズームの、まあなんか、終わってましたね。何かっていうと、ズームの連続ライブ許容時間だと思うんですけども、24時間ですね。もしくは、ズームの、まあ自動録画にしといたんですけども、ズームのね、ライブを連続録画、その容量が24時間だったのかもしれないですけども、どっちにしても今来たら、ズームの忘年会のルームが終わってました。ということで、やってみなくちゃわからないのの一つ、ズームライブはどんなに長くても24時間が限界ではないかなっていうふうな仮説ですね。ズームのライブ、せいぜい1時間とか2時間とか長くても3時間4時間ぐらいで終わっていたから多分分かんなかったと思うんですよ、こういうことって。実は今回の忘年会も、塾生さんがね、速稼塾の忘年会オンラインでやりましょうって言われたんで、ああ、じゃあ24時間の忘年会やりましょうかっていうふうに私がね、言い出したんですよ。さすがの発想っすね、みたいな。24時間でも連発でできないんで、24時間、ルームを開けとくから、忘年会を参加したいなって人は、事前にね、自分は何時頃だったら参加できますみたいな感じで、お互いに呼びかけ合って、もしくは YouTube をやってる人は YouTube でね、自分は何時からやりますみたいな感じで、発信して、で、そこに、あの人が何時にいるんだったら自分もそこ行こうかなみたいな感じでね、ポツポツポツと24時間の中でも、ポイントポイントでね、少人数グループでできないかなと思ったんですよ。で、最初のスタートと最後のファイナルぐらいは私がいますねっていうふうに言っといたんですけども、ファイナルに参加できませんでしたね。まあでも、忘年会、ね、できたことはできたかなと。そして24時間忘年会をやったという事実は残って、その結果どうだったという、ほとんどの人がね、そんなのやるかみたいな、そんな、速稼塾らしい忘年会が終わったかなということでございます。でもまだ今年は終わってないんでね。来年からこうしようよって話じゃなくて、いや、来年からやるって決めたんだったら別に今日から、今からやってもいいじゃないですか、みたいなところと、あとはやっぱりね、これ忘年会の中でも言ったんですけども、忘年会に参加しちゃダメですよ、と。ね、参加してもらっといて言うのも変だけども、ここに来てるそれぞれの人が自分で忘年会を主催して、しかも忘年会に入場料を取って、もしくは忘年会の中できちんとセールスをする。そういうふうにしていかなくちゃ。というふうにね、お話しさせてもらいましたね。うん。まあでも、よかった。忘年会できて。いってらっしゃい。